はい、どうもこんにちは、たかきっちです。さあ、なんと皆様、本日14時更新された情報なんですけども、運営様が神対応をしてくれました。はい、なんとその内容は、皆さんがかなりね憤慨していたあのアクセサリー、限界諸侯の首飾りに使った福引券を返してくれるというね、なんと神対応が来ました。さあ、喜ばしいことです。すげえ運営さん、早いな行動が。ああ、運営さんもあれだよね、絶賛今葉っぱと雫で炎上中なので、なんとかちょ回収したい。あ、じゃあ余計なこと言うな。はい、なんという神対応、福引券だけに神対応、違うか。まあ、どういった内容かというと、まあ、ドラゴンクエスト TV で、まあ、こういったボスのアクセはこうですっていう紹介があった時に、この限界用の首飾りの下の欄に書いてある紹介文がね、違ったんだよね。実施前は、悪い効果から身を守るアクセサリー。まあ、そんなような文文が書いてあったんですけども、いざ実装したら、こちら、強さを低下する攻撃から身を守る不思議な首飾り。まあこれね、かなりね意味合いが違うからね、説明文前とね、紹介された時とこの実装された時の紹介文というのは、なのでそれに対してね、はあ違うじゃねえかバカ野郎、どれぐらい金使ったんだ、あの福引券どれだけ貯めるのに苦労したと思ってんだ、福引券返せといった、彼らにアストルト野獣で怒りと憤慨のね、この嵐が巻き起こっていたんですが、そんなね、はい、運営さん、やっぱりちゃんと僕らのこと見といてくれたんだね。福引券返納ということで、やったぜ、さすが運営さん。さあ、その内容はどういうものかというと、まず1、2021年9月22日、かっこ水曜日、6時から10時45分、に、ドラゴンクエストオンラインゲーム内、オーグリード大陸福引きで使用した方に、消費した福引券の同数を送付ということで、はい、僕3562枚、帰ってきます。ライブでね、めちゃくちゃガンガン引いて、残った数はこんな感じ。ね、3562枚。ね、帰ってくる、めちゃくちゃ噛みたいよ。ただし、これ、皆さん気をつけてくださいね。6時から10時45分と時間指定があります。まあ、おそらく10時45分に緊急メンテが入って、一度多分ログアウトさせてログインしたっていうね、まあことがあったと思うんですけども、まあ、ちゃんと告知したので、それでね、責任を持って引いた方にはちょっと保証はできないんですけども、この間に引いた方は、福引券を保証して返します。ということと、オーグリード大陸福引きで使用した方、ね、オーグリード福引きで引いて限界の諸侯全然金ねえじゃねえか、金策になんねえじゃねえかって思って、ガタラで引いた方がマシだぜって思った方、はい、残念。その方は返せれません。まあでも、そういった方って損はしてないよね。ガタラで引いたからね、別に損はしてないよね。あくまでも、オーグリード大陸内で福引きを引いた方が対象で、返していただけれます。そして2、9月22日水曜日、6時から10時45分。この時間帯が一番やっぱね、肝なんだろうね。うん。に、冒険者のお出かけ超便利ツール内で、オーグリード大陸福引きで使用した方に消費した福引券と同数を送付。まあ、キャンペーンで、引いた方、結構いるんではないでしょうか、サブ含めて。やっぱサブも全員ね、無料でね、引けたし、100連がね。まあ、そういったね、福引券を使った方、いるんではないでしょうか。まあ、ただしこれも、オーグリード内でのことなので、例えば僕はマイタウンが欲しいんですよ、って言って、マイタウンで引いた方は、便利ツールで引いた方は、帰ってこないんでね、気をつけてくださいね。まあ、これも言うても損はしてないでしょう。これがね、いつ帰ってくるかというと、21年11月11日、メンテナね、ちょうどね、バージョン6の、その時に送付を実施する予定ですと。で、あくまでも、おまとめ袋に直接加算する予定なので、まあ予定ですけどね、
おいおい、高木ちゃん、インしたけど、どこにあるんだよ、福引券。帰ってきてねえじゃねえか、これ。口バカかか、運営は、って怒っちゃかんよ。うん、ちゃんと、おまとめ袋をしっかり確認して、福引券がプラスになってることを確認してくださいね。直接入ってますので。そして、まだまだあります。その3。2021年9月22日、括弧水曜日、6時から10時45分に、冒険者お出かけ便利ツール内で、オーグリード大陸の福引きを使用した分と、同じ額のジェムを総合。はい、来ました。ジェムも帰ってきます。僕も結構ジェム使ったからね。このオーグリード大陸引いた時の。かなり嬉しい。神対応。まあ、あくまでもこれも言っときますけど、オーグリード大陸で引いた時に使ったジェムを、送付してもらえることができるんで、マイタウンに使ったよ。がっちり、お、なになに、マイタウンで使った分返してくれるの？やった、マイタウンももらったし、なおかつジェムを返ってくるなんてラッキーだぜ。ダブルラッキーって思っちゃうかよ。そういう方は返ってこないんでね。マイタウンでしっかりいい思いしたでしょ。こちらがですね、11月の上旬の対応を予定しております。毎日受け取ることができるログインボーナスと同じ画面での受け取りになりますので、おい、ジェムどこに帰ってきてんだよって最初のログインボーナスをね、飛ばしたそこの君。気をつけてくださいね。ログインボーナスを同時にもらえますので、そして送付するのは武将ジェムとなります。なので、帰ってきたね、ジェムにびっくりしてね、何このジェム、お金取られるんじゃないのと、送りつけ詐欺なんじゃないの、おいおい、運営送りつけ詐欺してくるんじゃねえかって勘違いしないようにね。あくまでも使った分のジェムをね、送付してるだけなんでね、喜んで受け取りましょう。そしてその4、まだまだあるんですか。あるんです、当然ですよね。ドラゴンクエスト TV でね、紹介されて、あ、この効果めちゃくちゃいいじゃん、じゃあ今のうちにクローバーの鍵を購入しとこうかなと思って課金してクローバーの鍵をね、購入した方、はい、おめでとうございます。8月23日、これ多分あれだよね、ドラゴンクエスト TV で紹介した時の日にちだよね、多分これ。で、6時から、2021年の9月22日10時45分にクローバーの鍵を購入し、かつ、9月22日10時45分までに新限界の書庫コイン、メダル、カードで使用した分と同額のショップポイントの配布ということで、はい、限界書庫をね、使った方、クローバーの鍵ね、おめでとうございます。ここで気をつけてくださいね。例えば、まあ期限内にクローバーの鍵を買いました、そして、ね、クローバーの鍵を使っちゃいましたという方、他のボスで、そういう方は帰ってこないですからね。僕ね、ドラゴンが欲しくてね、王女の首飾り作りたかったから、クローバーの鍵、ドラゴンで作ったよって方、そういう方は戻ってこないんで、それだけはね、気をつけてください。あくまでも新限界書庫のコイン、メダル、カードで使用した時に、クローバーの鍵を使った方が対象となっております。これも時間制限があるので気をつけてくださいね。これ10時46分とか使った人ってちょっとかわいそうだよね。その後、8月23日6時から9月22日の10時45分にクローバーの鍵を購入し、かつ期限が切れて消滅した分との同額のショップポイントを配布。はい、あれを見てね、がっくししてね、なんだ、使わなくていいじゃんってがっかりした方。でもさ、別にそれ目的で買わなくて、あ、期限切れちゃったよって方もね、これ帰ってくるってことだよね。まあそういった方もね、ね、実はドラゴンで使う予定だったんだけど、クローバーの鍵使わずにね、消滅しちゃった、テヘペロっていう方ね、そういう方もね、帰ってくるんで、うん、安心してください。それが、11月上旬の対応を予定しております。こちらも、ショップポイントにね、直接加算いたしますので、配布された時にね、直接加算されてるかどうか、気をつけてみてください。で、送付の実地については、状況により日程が前後する可能性がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。まあ日付がね、ちょうどぴったりに帰ってこない人もいれば、帰ってくる人も中にはいるから、暴れずにね、ちょっと待っといてくださいっていうことですね。はい、この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。もうとんでもない、もう運営さん本当にそんな、もうありがとうございます。こんな運営の神対応にもう本当感謝です。もうありがとうございます。
まあ、ただ葉っぱと雫問題をね、ちょっとね、あとはね、どうにかしていただければ、もうこれ、それこそもうあれですよ、今後とも、もうドラゴンクエスト、いや、まあ、違うよ、もうそんなことなくても、僕は今後ね、ドラゴンクエスト10をね、楽しんで、ね、敬って、プレイをしたいと思います。ね、運営さん、いつもありがとうございます。ということで、今日は、新限界の諸行に憤慨した、そして憤りを感じている方、もう大歓喜の運営のね、神対応っていう動画でした。でもまあかなりね、すごい素早い対応していただいてね、本当にね、運営さんいつもご苦労様です。もうバージョン6に向けてかなりね、忙しくなってるね、中ね、そんな神対応していただいてありがとうございます。運営さん、はい。はい、返還された方はおめでとうございます。僕もこれでね、心置きなく、アンドレアルをね、待つことができます。ってことで、本日もご視聴。ありがとうございました。怖いよな、それにしてもこのドアップ。また見てね。バイバイ。